MLB ワールドシリーズ第5戦ヤンキース、ドジャース、日本時間31日ニューヨーク、ヤンキースタジアム、ワールドシリーズの第5戦で、ヤンキースの主砲 A、ジャッジ、32、が1回の第1打席に先制のツーラン本塁打を放った。さらに続くチザムジュニアが2者連続アーチでヤンキースが初回からいきなり3得点。ヤンキースタジアムは大歓声で、 先発のドジャース・フラハティは肩を落とした。ジャッジは一死一塁の場面で、フラハティの初球ストレートを振り抜き、打球は逆方向のライトスタンドへ吸い込まれた。これでポストシーズンはドジャース・大谷翔平、3 2並ぶ3本目。43年ぶりとなったこの、東西頂上対決、では、大谷とジャッジの、本塁打王対決、も期待されていたが、 ジャッジが昨日のタイムリーで息を吹き返し、待望の WS 初本塁打を放った。この日、大谷の第1打席は中飛だった。15年ぶり WS 出場のヤンキースは開幕から3連敗で、WS の歴史では3連敗から大逆転世界一となった例は一度もない。ブーン監督は第3戦後に、うまくいけば、その素晴らしいストーリーを作り、 世界に衝撃を与えることができると前を向いていた。また、三連敗から二連勝の例もなく、歴史的勝利に向け、まずは手法が会心の先生団で勢いをつけた。